カレッカことアントニオでオリベーラ・フィーリョアントニオでオリベーラ・フィーリョ1960年10月5日体は、ブラジルのサッカー選手。日本では、カレカとも表記される。ちなみにカレカは、ハゲ頭の意味。ハゲてもいない彼がこの名で呼ばれる理由は、彼がファンだったコメディアン、カレッキーニャに由来する。グアラニでデビューを飾り、以降ポジションをつかみ、4年間プレー。 その後移籍したサンパウロでブラジルを代表する FW に成長した。1984年にはインテルが獲得に動いたが残留した。ナポリ在籍時にはディエゴ・マラドーナらと共にナポリの黄金時代を築き、マラドーナ、ジョルダーの彼かの頭文字を合わせてマジカトリオを形成した。特にマラドーナとはいいコンビネーションを見せ、その後も続く良好な関係を築いた。 1987から88シーズン、レアル・マドリードも獲得に動いたが、ナポリに加入、デビュー、戦となった、コッパイタリアのグループリーグ初戦のモデナ戦でゴールを決めるデビューを飾り、以降デビューから、同大会で4試合連続ゴールを決めた。セリエ A 初ゴールは、デビュー2戦目、10月11日のペスカーラ戦。1988から89シーズン、 11月20日のユベントス戦では、ハットトリックの活躍。UEFA カップでは、大会最多の6ゴールで大会の優勝、準決勝のバイエルンミュンヘン戦、第1戦では1ゴール、第2戦では2ゴールを決め、決勝のシュトットガルト戦、第1戦でゴールを決め、第2戦では1ゴール1アシストを決めて、チームに優勝をもたらした。この頃 AC ミランから好条件のオファーを受けたが、 マラドーナとの良好な関係から残留することを選択した。1989から1990シーズン、優勝のかかるボローニャ戦では1ゴール1アシストを決めるなど、セリエ A 制覇に貢献。マラドーナ対談後もナポリに残り、1991から92シーズンは15ゴールを決め、ナポリもセリエ A で4位につけるなど、チームに貢献していた。 1992から93シーズンは1993年4月4日、AAC ミラン戦では1ゴール1アシストを記録した。契約期間終了により、ナポリを退団、ブラジルへ帰国してのプレーを考えていた。1993年、ゼッセルジオ監督からの誘いを受けて、来期の J1 加入が認められるか不明な中、J リーグの昇格を目指していたレイソルに加入した。 しかし実際にチームに来てみると、プロとしての環境が整っていないこと、選手たちのプロとしての姿勢がなっていないこと、フロントがサッカーを理解していないことに愕然とし、ミニゲームであっても勝利にこだわる意識をチームに浸透させるなど、プロとしての姿勢を示すとともに、フロントに様々な要求をしていった。J リーグカップでの決勝トーナメント進出すれば、 J リーグ加盟承認されるという条件の中、デビュー2000目9月14日のサンフレッチェ広島、戦で遺跡後初ゴールを含む2ゴールを記録し、4から3での勝利に貢献。10月9日の鹿島アントラーズ戦、最終節のジェフ市原戦でも、決勝ゴールを決め勝利に貢献。6試合で4ゴールを挙げたが、チームは、特殊点差で決勝トーナメント進出を逃し、 J リーグへの加盟は認められなかった。これにより対談も取り沙汰された。1994年、JFL で19ゴールを決める活躍で、柏レイソルの J リーグ昇格に貢献した。5月8日の甲府クラブ戦、5月12日の富士通戦、5月15日のセレッソ大阪戦と3試合連続ゴールを奪い、6月9日の NEC 山形戦では、前半のみで、 ハットトリック、後半にもゴールを上げ合計4ゴールを奪った。9月18日、昇格を争うライバル、藤枝ダブルックス戦で、決勝ゴールを、アシスト、昇格をかけて、厳しい戦いが続く中、10月5日の PJM 戦で、退場処分となり3試合の出場停止処分を受け、大切な時期に最終節まで出場できなくなった。最終節、 第30節の NTT 関東との試合では、決勝ゴールを決め勝利をもたらし、2位を確定させ、J リーグに昇格した。この試合のことを、ワールドカップの決勝で勝つよりも大事だと、1年間のすべてをかけ、全身全霊を突き込んだ。と後に話した。同年8月7日、JFL オールスターゲームに、イーストから出場、1ゴールを決めた。1995年、 ファーストステージ、4月5日、第6節名古屋グランパス戦で J1 初ゴールを決めた。その後は怪我で欠場することも多かったが、セカンドステージ、9月13日、第9節、ジェフ市原戦でのゴールは、レイソルの J リーグにおけるチーム通算50点目のメモリアルゴールとなった。第17節の横浜マリノス戦では2ゴールを決め、第20節名古屋グランパス戦、 第22節鹿島アントラーズ戦でもゴールを決め、怪我に苦しみながらも年間10ゴールと一定の活躍をした。J リーグカップでは準決勝まで進出したが、ベルディ川崎に1の2と敗れ決勝を進出はならなかった。1996年、怪我で多くの試合を欠場。第25節のセレッソ大阪戦で戦列に復帰。 第27節の清水エスパルス戦でゴールを決めたが、その後は欠場して、1996年11月9日の第30節のベルマーレ・平塚とのホーム最終試合でプレーし、ゴールを決め、2020年8月現在、36歳1ヶ月4日で出場したこの試合での出場とゴールは、共にチームの最年長記録である。その試合を最後に、レイソルを退団。 J1 では35試合12ゴール、リーグカップでは13試合8ゴールの成績を残した。在籍中は1995年、1996年と2度、J リーグオールスターサッカーに選出された、1996年は、怪我で出場はしていない。1998年には、ラモス類の引退試合に、読売ラモスオールスターズの一員として出場した。 その後サントスへ移籍、1999年に引退。2005年にイングランドのノンリーグのクラブであるガーフォースタウンと契約し、1試合だけ現役復帰した。ブラジル代表デビューは西ドイツ戦。すでにセレソンのエースストライカーであった1982年、スペイン W 杯直前に怪我で離脱。1986年メキシコ大会では、 グループステージのアルジェリアとの試合で1点、北アイルランドとの試合で2ゴールを決め、決勝トーナメント1回戦ポーランドとの試合、準々決勝戦フランスとの試合でそれぞれ1ゴール、計5ゴールを決める活躍であったが、得点王には1点届かず、また準々決勝戦で、フランスの前に敗れ、ブラジル代表は優勝を逃した。1990年大会にも出場。 初戦のスウェーデン戦で2ゴールの活躍をしたが、その後は無得点チームも決勝トーナメント1回戦でアルゼンチンに敗れ早々に姿を消した。1993年の US カップでは3試合で2ゴールを決め、1994FIFA ワールドカップ南米予選にも出場したが、8月1日のベネズエラ戦に出場した後、本大会まで数ヶ月と迫る中、 様々な理由から自ら代表でのキャリアに終止符を打った。代表通算62試合30ゴール。レーソル在籍時、大物ながら、決して偉そうにするところはなく、堅苦しいところもなく、人間味があり、ジーコのように選手の私生活に口を出したり、味方がミスをしても怒ったりすることはなかったという。ありがとうございます。